FRB は15日、FOMC ・連邦公開市場委員会を開き、政策金利を0.75ポイント引き上げると発表しました。通常の3倍にあたる0.75ポイントの利上げは、1994年11月以来で27年7ヶ月ぶりとなります。 FOMC では、政策金利の誘導目標を年1.50%から1.75%に引き上げることを賛成多数で決定しました。カンザスシティ連銀のジョージ総裁は、0.5ポイントの利上げを主張して反対しました。パウエル議長は、前回5月会合後の記者会見で、6月の FOMC では0.5ポイントの利上げを示唆していました。 しかし、か先週末に発表された消費者物価指数や期待インフレ率に関するデータを踏まえて0.75ポイントの利上げを決断したと明らかにしました。また、FOMC 参加者による政策金利の見通しでは 今年の年末に3.4%、2023年末には3.8%の水準を見込んでいます。パーウェル議長は7月以降の利上げペースについて次のように述べました。 またコアインフレ率の見通しについては今年10月から12月期に4.3%の上昇を見込み前回3月時点の4.1%から引き上げました。一方実質 GDP 国内総生産の成長率見通しは 今年10月から12月期に1.7%増として前回のプラス2.8%から下方修正しました。